こんにちは。今回は飼育している生き物の紹介です。現在は2023年1月で新しい年を迎えたということで、今いるすべての生き物を紹介していきたいと思います。まずこちらはニホンヤモリです。去年から飼育しています。おそらく去年生まれたであろう子供でしたが、今は大人サイズに育っています。次はニホンヤモリと同じ日にゲットしたメスのニホントカゲです。最も動画で報告している生き物で、45センチのグラステラリウムで飼育しています。この映像は今年唯一撮影できたものです。一匹のコオロギがありますが、もう一つ置いていた冷凍コオロギは食べたようです。暖かい季節でも土に潜っていることが多いので、なかなか心配になる生き物です。次は2020年から飼育している海南トカゲモドキです。部屋を真っ暗にした時はよく動いているようですが、明るい時はまず出てきません。で、今映っている子は去年にやってきたメス個体です。暖かい季節になったら繁殖をチャレンジします。こちらが2020年からいるオスです。もう一匹オスがいます。いつもテンション低めです。最後に紹介する爬虫類はエレガンスボウユビヤモリです。これでも少し大きくなりました。現在では置き餌の人工餌でももりもり食べます。この子はメスっぽいので、オスがゲットできれば繁殖もチャレンジしたいです。ここからは昆虫たちの紹介です。こちらはシロアリのペアがいるタッパーです。このシロアリは2020年の春に捕獲したものです。試験管で育ったものをそのままタッパーに固定しています。全然報告しない理由は、全貌がほとんど見えないからです。これはタッパーの底を映した映像です。シロアリは木材など食べながら、排泄物などで通路を作って食べ進めていきます。なので常にトンネル内に隠れて生活しています。多分このコロニーはワーカーが100匹を超えていると思うのですが、全貌を把握できないのでよくわかりません。また2021年に捕獲したコロニーもいます。こちらはパインチップが入ったタッパーに、そのまま女王と王を入れて増えたものです。スマホにマクロレンズをつけて撮影した映像です。茶色いのが女王か王のどちらかです。こちらは1年目から兵隊シロアリを確認できていました。ただこちらも全貌がわからないので、現在どれだけ増えているかは不明です。ここからアリの紹介が続きます。こちらは当チャンネルを始めるきっかけでもある初コロニー捕獲のトビイロシワアリです。私の経験不足や失敗で増えたり減ったりを繰り返していますが、2018年から飼育が続いています。こちらも2018年から飼育のトビイロケアリ。こちらは2019年からのクロオオアリです。いずれも減ってから増えていません。去年は餌やりを砂糖とコオロギだけにしてシンプルに飼育して様子を見ていたのですが、あまり変化はなかったので、今年は新しい綺麗なケースに移すかもです。こちらはアクリルケースの四つ星オオアリです。それなりに増えています。四つ星オオアリはそんなに増えない種類みたいなので、それなりに順調かと思います。
こちらは一昨年捕獲、去年ワーカー誕生の黄色シリアゲアリです。現在は餌もほとんど食べず冬眠中です。2ケースに女王が10匹ずつ入っています。今年はもっと一気に増えそうですね。ここから餌用昆虫の紹介ですが、このイエコケースには1匹もいなくなりました。産卵床も置いていたのですが孵化しませんでした。成虫のオスをすぐに餌にしていたので、そのせいかもしれません。4年以上イエコを飼い続けていましたが、現在は冷凍庫に溜まっているのを消費しています。次はギュビアです。成虫のメスを中心に置いておいて自家繁殖しています。成長は遅いですがそれなりに増えるので、随時爬虫類たちに与えています。暗い時にはよく動いているようで、ガサガサうるさいです。特にメスが産卵した後はオスが追い回すようで、ゴソ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 音がしています。最後はレッドローチです。エレガンスボウユビヤモリと一緒の日にやってきました。全く報告していませんが、なかなかのくせ者です。まずレッドローチは臭すぎます。イエコは群れさせなければ悪臭はありませんが、レッドローチは乾燥剤を置いても臭いです。多分尿の量が半端じゃないです。ペーパータオルの汚れもイエコどころじゃないです。何もしなくても匂わないギュビアとは雲泥の差です。なのに餌はあまり食べず成長がめちゃくちゃ遅いです。未だに1匹も成虫に成長していません。温度はかなり高めじゃないとダメっぽいですね。ということで2023年1月の全生き物紹介でした。あとは爬虫類ケースでわらじ虫が住んでいます。今年も今いる子たちを中心に飼育を続けながら随時動画で報告していきます。それでは本年の動画もよろしくお願いいたします。